今回は古墳時代の2回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回も前回に引き続き大和政権の制度について勉強していきます。まず最初ですね、旗織り、鉄製の武具の生産など特定の技術で朝廷に使える人々ですね。彼らを何というか、答えはしなべと言います。では次ですね、大和朝廷に属し、しなべを管理統率した中小豪族ですね。彼らを何というか、答えは友の宮津子と言います。では次です、地方の首長ですね。多くは後に郡司になります。この郡司というのは奈良時代、平安時代でよく出てきます。その時にまたお話しします。ではこれらを何というか、答えは国の宮津子と言います。では次ですね、大王家の直轄地ですね。その直轄地を何というか、答えは宮家と言いますね。でこの地ですね、宮家を耕す人を特に何というか、答えは田部と言います。では次です、大王家の私有民ですね。彼らを何というか、答えは名城小城ですね。ではその次です、豪族の私有地、何というか、答えは田所ですね。では最後、豪族の私有民ですね、何というか、答えは柿部と言います。今回はここまでです。ありがとうございました。